下、月額22万円の生活保護費を受給中の28歳のシングルマザーの本音が話題になってるみたい。では早速だけれど、詳しい内容を見てみるね。一度生活保護を受給した人は、そこから抜け出すのが困難になってしまうケースが少なくないという。A さんは地方に住む28歳のシングルマザーです。実家の両親も生活は決して楽ではなく、頼る人がいないため、1歳半と4歳の2人の子供を抱え、児童扶養手当と生活保護で合わせて約22万円を受給して生活をしています。お子さんが2人とも小さいので、現在は働きに出ず、生活保護に頼って生活していますが、制限が多く、早く働きに出て生活を立て直したいと考えています。A さんは、子供の教育のためにも、親として働く姿を見せないといけないと思うのですが、2人の子供を育てていけるような収入を得られる仕事はなかなかありません。また、仕事があったとしても、体力的に自信がないため、育児をしながら働くのもかなりきついと考えてしまいます。そうであれば、厳しい制限があっても、働かないで生活保護を受給し続けたい。その方がずっと楽ではないか、とも考えてしまいます。自分が母親としてどうすべきか。貯蓄もできず、これから先の生活に不安しか感じません。生活保護から抜け出すのは難しい、と言われますが、こういうことか、と実感する日々を送っています。この28歳のシングルマザーの主張。厳しい制限があっても、働かないで生活保護をずっと受給した方が、ずっと楽ではないか。こんなの、働いてる人すべてが思ってることだよ。それでもみんな、いくら過酷な環境であっても、一生懸命働いてるんだよ。今の時代、ネットを使えば自宅でも働けるんだから、ちゃんと働くべきだよ。このシングルマザーは自分に甘すぎると思う。こんな考えでは、いつまで経っても生活保護から抜けられないよ。ネットでは次のような声が上がってるみたい。生活保護ってそんなにもらえるの？働かなくても20万以上ももらえるってこと？それってさ最高じゃん。22万もらえて税金関係ほぼ無償なら、働くよりいいまであるわら。俺の総支給よりもらってるよ。何のために働いてんの俺。真面目に働く側からすれば、ふざけんじゃねえだよ。これ生活保護がもらいすぎというより、働いてる人がもらえてなさすぎなんよ。生活保護がもらいすぎてるってより、日本の年収が安すぎるんだよな。あと、こういう困ってる人に支給は仕方ないけど、外人にやるのはやめろ。一度ぬるま湯に浸かると、なかなか出てこれないよね。働かなくても月22万もらえるならそうなるわな。21万もらって医療費ただで、なんで不満言ってんの？シングルでも一生懸命働いてる人はたくさんいるんだけど。頼むから働いてくれ。頑張って切り詰めたりとして働いてる新ママがこの記事を見たら、働いてるのがバカバカしく思うでしょうね。以前、テレビで保護世帯を映していたが、ウォーターサーバーを使っていた。水道の水飲めよ、と思った。やはりチケット制にすべきだ。本当に働けない、保護が必要な人にとっては、現金でもチケットでも助かることには変わらない。生活保護費、国民年金を満額かけた金額より多く受給されるのだから、そりゃやめられない。このいびつを改善しない限り、生活保護を受ける人はますます増える。月給12万付近のバイトでも、結構労働だるくて、人間関係でイライラするのにアホくさ。シングル手取り 20Y だって働きたくねえよ。一人で子育てして、こちとらもろもろ税金払ってんだぞ。手取り22万だからな。医療費、税金、NHK 受信料ただわら。まさに働いたら負け。多くの人が指摘しているけれど、世の中には、このシングルマザーの児童扶養手当と生活保護を合わせた支給額、約22万円よりも安い給料で働いてる人が山ほどいるんだよ。そもそも、働き世代と生活保護受給者のもらう額が逆転してるっておかしくない？これってまさに、働いたら負け状態だよね。国は、このおかしな状況をどう見ているのかな？とにかく国は、この逆転現象をどうにかしないと、働き世代が働くことが馬鹿らしくなり、下手をすると、みんな働かなくなっちゃいますよ。
本当に不満ばかりが生まれる今の日本社会。こんな社会を生んでいるのは、まさに政治の責任だと思います。国は、早急な改善策を講じるようお願いいたします。そして、28歳のシングルマザーは、働けるのであれば働いて、しっかりと税金を納めてください。よろしくお願いいたします。